はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、先日納車されたアルファードにつけ、取り付けたこちらのカロッツェリアサイバーナビのアルファード専用設計のものについて使用レビュー行ってみたいと思います。これがですね、今こちらで AV、 今ちょっとゴルフやってますが、こっちでナビに変換することができます。でですね、こちらの真ん中のボタンですね、これを押すとですね、メニューがいろいろ出てきます。でこちらでいろいろ選択することができます。まずこちらのボタン、イジェクトなんですが、これを押すとですね、こちらで、ディスクのイジェクトとSD カードのイジェクトが選択できますね。今ちょっと何も入ってないんですけど、ちょっと押してみましょうか。全然開かないですね。こんだけですね。ここの部分だけですね。で、ここを押してクローズ。SD カードだと思ったのかな。はい。それでも、あ、これだと90度フラットまで開きますね。でまたこちらでクローズですね。 AV 本体設定、まあ、この辺でオーディオ設定を押すとですね、この辺でフリップしていろいろ変更することができますね。でこちらのボタンですが、ディスク設定、テレビ設定、MSV、SD、USB 設定、この辺なんだろうな、録音設定、ちょっとわかんないな、なんかこの辺でいろいろ設定できるみたいですね。ちょっとまだいろいろ分かってませんが、ディスク設定、これビデオか、テレビ設定、まあ、この辺は一般的な設定ですね。基本的にスマホと一緒でフリップで動きますね。 AUX 設定はあまり関係ないみたいですね。ここでナビ設定見てみましょうか。ロゴマークとか変えれるのかな。地図、スケール登録、ツインビューとかいろいろあるみたいですが、走行軌跡はとりあえずオフにしておきます。でこちらの設定みたいなやつを押すと、ルートを検索するときのいろいろ条件が変更できるんですね。でこちらが渋滞情報とか、その辺の、これは位置の修正、あ、ここら辺で初期化が可能なんですね。設定自体はそれぐらいしかできないのかな。まあ説明はそんなところです。でですね、ついてるものとしてはですね、こちらがですね、車内を映すモニターになり、カメラになりますね。こちらでですね、車内の監視だとかですね、監視って、こちらのカメラでですね、この車の室内、車内を録画していくカメラになります。でですね、フロントを撮るのはこちらのカメラで、前方を撮影していますので、ドライブレコーダーとしても機能します。で、こちらの操作なんですが、今ここに置いてあるこのリモコンでですね、操作することが可能です。取り外しできるようになっているんですが、これで AV を押すと、こうテレビ画面とかラジオとかそちらに切り替わって、こちらのナビボタンを押すとナビに画面が切り替わります。
でですね、ここ1番2番はなんかいろいろ登録できるみたいなんですが、ちょっとまだ登録はできておりませんので今回は省略します。とまあそんなところですかね。今日はこんなところで失礼します。